で、これでですね、この上流島の流れの3つの大きな流れを説明しました。つまり原料の流れ、冷却水の流れ、蒸気の流れっていうのを説明したんですけれども、運転するときどういう順番で運転するか、それはですね、安全性に注意しなきゃいけないわけです。つまり物理学の教科書、あるいは化学工学の教科書で理論的に考える分には蒸気も冷却水もいらないわけですよね。つまり沸騰したと考える、そうすると理論的にこうなるはずだっていうことで、教科書的にはそんなものはいらなくて原料のことだけ考えていればいいんですけれども、実際に装置を運転するときはそうはいかなくて、断熱材だって巻いてあるし、冷却水だって流れてるわけです。考えるだけでは冷却して凝縮してくれないということになるわけです。で、安全性のことを考えますと、一番先に動かさなきゃならないのは冷却水です。で、次に原料で、最後に蒸気です、加熱源。で、もし何かあったりしたとき、一番先に止めるのは蒸気です。逆の順番です。蒸気を止めて、原料を止めて、そして冷却水は冷えるまで最後まで流しておく、安全のことを考えなきゃいけないと。そこが教科書だけで勉強している理論的なところと実際に装置を動かす点との違いというか、つまり人が安全に運転するっていうことを、怪我しないように実習をするっていうことで大事なので、そこのところも頭に入れといてください。